藤本熊尾から1984年10月は日本の政治家、元大分県東国崎郡姫島村長、島内にある銅像旧制国崎中学、明治大学を卒業。1934年に満州に渡り満州国管理となった。終戦後、故郷姫島に引き上げ、1951年に村議会議員に初当選し、議長に就任した。 村では1955年の村長選挙が島を二分する激しい争いとなり村内にしこりを残したため2年後の1957年に村長辞任に伴って行われた選挙以来2016年まで村長選挙での無投票が続いた藤本は村議会議長を務めていた1960年に行われた村長選挙に立候補し無投票当選して以来 1984年に休止するまで、すべて無投票で7期にわたって、姫島村長を務めた。なお、藤本の死後には、長男の藤本昭雄が村長となっており、親子2代で、計16期にわたって、姫島村長を務めている。藤本は、名誉村民になるとともに、党内の公園にはその功績を記念して銅像が建てられており、1989年からは、 銅像祭りが行われている。1960年代後半から行政ワークシェアリングを導入し、村職員の数を増やす代わりに給与を低く抑えて、村内に雇用を創出することにより、若年層の流出を防いだ。この政策は現在まで継続されており、姫島村では人口2169人に対し村職員が同規模の自治体の 約4倍に当たる212人いる反面、給与は同規模の自治体より約7万5千円、低い約25万5千円に抑えられている。1959年に国の政策で島の基幹産業であった塩田が廃止になったことを受け、翌1960年に地元資本による姫島養魚を発足させ、塩田跡を利用して車エビ等の養殖を開始。しかし、 この事業は失敗し、1965年には村が第三セクターの姫島車エビ養殖株式会社を設立して事業を買収。事業を継続して、車エビの養殖を軌道に乗せ、車エビは島の特産品になった。また、姫島村出身で厚生大臣、建設大臣、自由民主党副総裁等を歴任した衆議院議員、 西村栄一と緊密に協力して国の予算を獲得し港湾整備等を行った。ありがとうございます。